いよいよか。それって、そうだな。そうだな。頼むな。了解。あれ？あんた、こんな時間に何してるのよ？ちょっと、嫌な夢をね。昔の夢。そう。忘れるなってことなのかしら。とにかく、
夢のおかげでだいぶ思い出した。ねえ、聞いても驚かないでね。私も戸惑ってるんだから。私が SAO ソードアートオンラインのことを聞いたのはテレビのニュースだよ。たくさん死人が出ている、最悪のデスゲームだって。守護者はまだ捕まっていないって言ってた。落ちてきて、あんたに受け止められたあの時に、私はこの世界に迷い込んだ。ハブギアなんてとっくに発売中止よ。多分メディキュボイドのせいで。医療用の機械なんだけど。フルダイブ技術を応用して医療に役立てようって機械で、ナブギアと同じシステムを積んでいるの。目や耳が不自由な人に VR 技術が役立つってのはかなり昔から言われてたことでしょ。あと感覚の遮断も麻酔の代わりに使えるかもしれないとか、まあいろいろ医者が説明してたわ。私はそのどっちでもなくて、カウンセリング系のテストだったんだけど。VRMMO は、なんとか療法にいい効果が期待できそうだとか、もちろん SAO じゃない。もっと無難な VRMMO だね。それでアバター作成してカウンセラーを待ってたら、急に足元が揺れて。そこからはもう訳がわからなかった。落ちてるのか、吸い込まれてるのか、頭もクラクラしてたし。そうでもないけどね。忘れていたかったことまで思い出したから。そうね。ごめんなさい。私もあまり話したくない。でも、私がここに来たのは、運命だったのかもしれない。まだ実感はないんだけど、この世界で敵に倒されると、プレイヤーは本当に、
あんた、それ、本気で言ってるの？どうしてよ、雪吊りの私なんかに。私こそマナー違反だったわね。あんた話したくないって顔してる。私ね、今まではあんたのこと失礼な変なやつくらいにしか思ってなかったけど、もしかしたら、私たち意外と似た者同士なのかもね。今、なんだかそんな気がした。